はい、皆さんこんにちは。今回も FIFA20 レバンテ監督系のものの続きやっていくんですけど、今日もおすすめ選手紹介パート2やっていきたいなと思います。で、今回紹介する選手なんですけど、こちらドゥアメナ選手です。現実でもレバンテの選手なんですけど、今シーズンはサラゴサにレンタルしています。で、香川選手の同僚ですね。なので、で、このドゥアメナ選手に関してなんですけど、まあ、僕個人的に思うのはドドンコストルカク的な選手だなと思ってます。まあ、身長186と結構あって思うのはそのある方だと思いますし、で、左利きだったりして、で、フィジカル能力、まあ、これレバンテキャリア3シーズン経ってるんですけど、その現状92もあって、出し速度加速も80、86ってあって、スピードもフィジカルも兼ね備えたルカク的な選手だと思ってます。これも感覚になっちゃうんですけど、自分がこうやって試合使って見ると、結構相手とのそのマーク、相手のマークを振り切って反転したりして前向けたりするフィジカルもあるし、相手を振り切るスピードもあるし、本当に使い勝手のいい選手だなと思ってます。で、決定力も72でそんなに高くはないんですけど、実際使ってみると、昨シーズンとかはフルでシーズン使ったんですけど、13点ぐらい得点してくれたので、ラリーガでね、そんぐらい得点するってことは、どのリーグでも軒並み活躍してくれると思うので、初期の市場価格だと130万ユーロ程度なので、まあ、前回のムリッチと同様に下部リーグとかでキャリアモードやってる方とか、まあ、ビッグクラブ使ってる人だとね、なかなか獲得しようっていうふうに思わないんですけど、でも獲得して使ってみたら本当に活躍してくれる選手だと思うので、ぜひドゥアメナ選手おすすめしたいなと思います。かなりコスパいい選手だと思います。で、これも前回と同じなんですけど、また今日この後試合をして、その時にドゥアメナ選手先発起用で試合していきたいなというふうに思います。では行きましょう。はい、で、こちらがレバンテの今日のスタメンです。ドゥアメナ選手センターフォワードで先発起用させています。で、香川選手もね、左インサイドハーフで先発起用させているので、まあ、そこのねコンビネーションをちょっと注目して見てもらいたいなと思います。ちなみに監督名は手取り15監督なので、そこもちょっと注目してほしいなと思います。なかなかね、結構もう初期からね、これネタにしてるんですけど、一回も突っ込まれたことがないので、誰かに突っ込んでほしいなと思ってます。まあ、前回ムリッチをピックアップしたんですけど、2失点とかしちゃってね、全然おすすめできてないっていう感じになっちゃってるんですけど、今回はまあフィールドプレイヤーなので、得点っていうね、分かりやすい形で結果を残していきたいなと思います。さあ、ドゥアメナから香川、このねコンビ、この連携見てほしいなと思います。これどうする？いや、これドゥアメナでしょ。はい、来た、はい、来た、うおほほ、決めたかった。あんだけ振りかぶったら決めたかったよね。いやー、くそ、悔しいな。絶対今日決める。さあ、香川、ドゥアメナ、はい、なんで PK 取ってくれよ。なんかファン、なんかね、何、わざと PK 取ろうとするマリーシアのことなんて言うんだっけ、わざとのことなんて言うの、もう日本語忘れちゃった、日本語忘れちゃったけどさ、今わざとっぽく見られちゃったじゃん。今ドゥアメナそんな人だったのみたいな感じに思われちゃうじゃんか。え、今ファールだよ。そう、さあドゥアメナ見せつけてやれ。よし、あー、これ来た、香川、いや、もう絶対決めるんで後半、本当にちょっとまだチャンネル変えないでほしい。チャンネルはそのままで、本当に。よし、えい、お、これフリーキック、毎日フリーキック動画を出してる自分のこれ見せ場じゃない？これフリーキックの成果、ちょっと概要欄に入れておくんで見てください。フリーキックチャンスやな、これ。この辺でミックス、この辺でミックス、全然あかんやん。お、いや、いい。さあ、カンパーニャ、ドゥアメナ、ドゥアメナ来た、来た、いや、嘘やん。なんか評価下げてる気がするな。14分、カンパーニャ、カバーを下げてウナルとペイセドール投入で 4-4-2 に変更しました。
ちょっとドゥアメナを生かすために2トップを左に置いて、まあ、4-4-2 でやっていこうと思います。ドラムは今得点しようって思いすぎてる。チームプレイ、チームワンチーム、ワンチーム。ほらほらほら、来た。ほら、右足も。やばい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 。やばいな。いや、ファールないよ。ファールないよ。あ、マイボールか。ラッキー。さあ、76分、サイモン変えてバレリー投入。切り返す。はい、呼んでた。よし、いいぞ、いいワンツーだぞ。ちょっとドアめな。ほら、いい、いい。アシストいける、アシストいける。うわぁ。アラベスも分かってんのかな。あれなんかさ、今日おかしくないかつって。え、何が何が、ま、ドアめなにさ、めっちゃボールいかね。確かに俺も思ってた。これもしかしてさ、ドゥアメナを中心で今日戦っていく作戦なんじゃね。だからドゥアメナちょっとマーク強めに行こうぜっていう。ウナルが決めるんか。今日ドゥアメナおすすめっていう回だよね。あれおかしいな。なんかあれなんか違うな。いや、勝ったけどさ、なんとか勝ったけどさ、あれ目しんどるかな、目しんどるかな、眠たそうだな。ごめんね、1点最後しか取れなくてね。はい、ということで、アラベス戦1対0で勝利したんですけど、まあ、ドゥアメナのね、おすすめ選手紹介ということでやったんですけど、ドゥアメナがちょっと活躍できなくて、逆にね、もう片方のフォワードウナルが点取って勝っちゃったみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、概要欄にちょっとドゥアメナの活躍した試合入れておくので、概要欄に、ぜひそこで見てほしいです。ドゥアメナの活躍っぷりを。そこでね、あ、やっぱドゥアメナいいなって思ってね、ぜひ獲得してほしいなというふうに、思います。で、今後もね、おすすめ選手紹介やっていきますし、レバンテ監督キャリアもずっとやっていくと思うので、ぜひチャンネル登録して待っていてほしいなと思いますし、高評価コメントもね、たくさんお待ちしております。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。